私、生まれも育ちもこの龍ヶ峰でござんす。姓は火事、名は虎尾。人呼んで、人食いの虎と発します。強行万端お引き立て、よろしくお頼み申します。大神組若頭として順調な任侠人生を送っていた主人公火事虎尾は、とある事情により仇として高校の教師をすることに。学園に渦巻くさまざまな問題を解決に導く史上最も破天荒な教師の特別授業が始まる。教師生活も楽じゃない。生意気で個性的な3年 D 組の生徒たち、虎のもとには彼らのさまざまな事件や悩み事が次々と舞い込んでくる。学園や街を自由に探索し、問題解決の糸口をつかめ。もちろん授業もしなくちゃならない。教材研究を集めるなどのやり込み要素も充実。教師生活をとことん極めろ。ソウルヌードバトルで生徒の心を裸に。胸の内に大きな悩みを抱えた生徒たち、誰にも相談できず心を閉ざした彼らから本音を引き出し、魂の拳で心の壁を打ち破れ。有名人のクロとか知らないくせに偉そうなこと言わないで。悩みを持っているのは生徒だけじゃない。街中にあふれるみんなの悩みを解決するサブミッションも登場。龍ヶ峰を遊び尽くせ。お帰りなさいませ、ご主人様。物語の舞台龍ヶ峰にはお楽しみ要素が満載。スポーツやクイズ、ちょっとエッチなものまで盛りだくさん。豊富なカスタマイズ要素もとことん遊び尽くせ。さらにおなじみのあのお店で買い物も可能。さあ龍ヶ峰を遊び尽くせ。火事虎尾だと。学園を飲み込む黒い陰謀。今度は何を企んでいるのかしら。明らかになる過去。組に戻ってきちゃくれねえか。考えるも何もねえ。俺の望みは一つだ。学園と生徒たちの未来はこの男に託された。わけわかんねえ。とにかく死ぬんじゃねえこのクソガキ。くだらねえよ。余ってるんだ。てめえはそんなもんかよ。私ガチトラ暴れん坊教師 in ハイスクール。お前のソウルヌードにしてやるぜ。